はい、こんにちは、小林邦洋です。今回はアメリカ、ニューヨークよりお届けいたします。やりたいことはマンハッタンのカフェ巡りでございます。私たまたま乗り継ぎでね、今日1日空き時間がございます。何を今日はね、ニューヨークでやろうかなと思ったんですけれども、やっぱりね、世界のトレンド最前線とも言うべきここニューヨーク、マンハッタン、カフェ巡ったらなんか見えてくることあるかもしれないなぐらいのですね、非常にゆるい企画でございます。とはいえね、せっかくのマンハッタンでの時間、まあ有効活用してね、いろいろと吸収してまいりたいなと思っておりますので、その模様ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦洋が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったら、ぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではアメリカ、ニューヨーク編スタートです。さて、というわけでですね、マンハッタンの街歩きスタートでございます。久しぶりのマンハッタンなんですけど、なんかやっぱここはね、ほっとしますね。一回も住んだことないんですけど、まあ僕は今回ね、私の世界一周動画を追っていただければ分かるんですけど、もともと最初ヨーロッパからスタートして、アフリカ行って、で中米行って、で今ね、ようやくここニューヨークというような形です。でなんでニューヨークで空き時間があるかというと、まあ、よく飛行機動画でね、もしくは僕の YouTube メンバーシップでも旅のポイントというのでお話ししてるんですけど、やっぱ大陸またぐ移動の場合は予備日を設けた方が安心です。はい、何かあった時のためにね。というわけで今日は予備日で、まあ、ニューヨーク行って、で幸いフライトもね、順調に進んでるので1日空きが出たというような形でございます。はい、でなんだろう、ニューヨークで僕がフリータイムあったら何するかなって考えた時に、例えばまあモマみたいなね、美術館行ってもいいし、本屋さんとか巡ってもいいかななんて思ったりもしたんですけども、まあ、今日はちょっとカフェかなというような気分ですね。はい、ここはね、ちなみに、ロアーマンハッタンっていうのかな、おそらく普段僕はミッドタウンイーストのあたりに泊まることが多いです。グランドセントラル駅とかね、あの辺が多いんで、正直言ってこの辺全然土地感明るくないんですけれども、まあでもカフェ巡りたいなとふと思ってですね、やっぱ持つべきものは僕の数少ないお友達ということでですね、私の一回 YouTube 動画にも登場いただいたニューヨーク在住の女性とかですね、あとまあ何回かコラボしてる世界旅行ちゃんね、美容整形ちゃんにいろいろお店教えてもらってですね、そこへ行ってみようというような企画でございます。そうで、まあここは何て言ったってニューヨークですからね、そんなビジネスチャンスがなんかいろいろあるとはとても思えないんですけれども、でもね、ヒントは絶対ありますよ、何か。だからまあカフェ巡りながらなんかね、新しい流れ感じられればいいかなというふうに思ってるところですね。はい、というのはあれかな、仕事しながら遊ぶ言い訳かなと自分でも思ったりはしますけど、まあそんなわけで楽しい一日にしようと思ってます。まあでもやっぱニューヨークは何でもあるよね、本当。ほらこれなんかもどうぞ見て、コルカタチャイ、まだやってないっぽいけど、そうだよね、カフェって言ってもコーヒーだけじゃないもんね、チャイとかもあるのか。ああ確かに、いやいやいや、目移りするわ。多分今日の動画撮り終わったらもうお腹タップンタップンになってる気がするけどさて、まず私の今日1軒目はですね、アーバンバックヤードというカフェですね。この辺、これかな、多分これだよね。ね、ほらアーバンバックヤード、わあ、おしゃれ。なんかもう入った瞬間にすごいあったかい空気に包まれるね。なるほど。Good morning. How are you? さあ、というわけでまずはカフェラテからいきます。
しみる。なんかあの決して広いカフェじゃないんです。広いカフェじゃないけどすごいなんかおしゃれですね。すごいこの空間の利用がすごいうまいというかね、この狭いスペースの中で最大限何空気感を作ってるっていうのがすごい素敵なカフェだなっていう感じがします。ほんとほっと落ち着く、なんか街に一つ欲しいこういうカフェって感じですね。でも今こうやってここのカフェの様子見ててもなんか思うのは、まあニューヨークってねご存知の通りもう世界中の人が集まってくる場所じゃないですか。でもやっぱり国籍とか人種とかそういうの問わずコーヒーを通じてねみんながつながるっていうのがすごい素敵ですね。そうそうそう、それがねいや本当素敵だなと思いながら今眺めながら、なんだろう、まあ、読書とかしてもいいんですけど、なんかこうニューヨークっていうこの場所でね人と人のつながりをコーヒーを通じてのねつながりをなんか見てるだけで幸せな気持ちになれるようなそんな場所ですね。はい、やっぱコーヒーですね。今日ちょっと寒いし今ほら僕のやってるウペポでもたまにね期間限定で数量限定でコーヒー豆とかやってるんで、もしよかったらぜひウペポ のインスタグラムとかねフォローいただいて、あの必ずインスタグラムでね告知はしてるんでね、いつどこのコーヒー豆販売しますみたいなご覧いただければと思うんですけど、やっぱコーヒーってあれだな、そのコーヒー豆の産地の現地の旅感をね感じてもらえるっていうのも一つなんですけど、やっぱりすごい人と人との潤滑油になれるっていうのがすごい魅力的なとこですね。なんか今日はいろんなカフェでねいろんな、なんだろう、この街のなんて言うんだろう、コミュニティスポットというか人のつながりを見れそうなのがちょっと楽しみな気がしますね。はい、そんな感じでまだまだ今日は行きますからねカフェ。さあ非常に幸せな気分になりました。カフェ巡りね続けましょう。余談ですけど僕あのアメリカのテキサスにね会社持ってて、まあテキサス編という動画も何本かやってるんですけど主にコーヒーカップやってるんですよね。でどこ狙ってるかっていうと、まあ、実はアメリカっていうのはあのニッチの集まりだと思ってて、どうしても例えばコーヒーで言えばスターバックスとかねタリーズとかメジャーどころがやっぱり目に入るんですけど、実は今のカフェもそうですけど1店舗2店舗しかないけどニッチっていうのがすごい多くて、そこをターゲットにいろいろやってるんですねテキサスから。でも改めてやっぱり今カフェ行っててもまたねちょっとトレンドとは話ずれちゃうけど、やっぱりアメリカって実はニッチの塊だなっていうのはちょっと思ったところですね。興味深いなんて話をしてたらですね、実は今ちょっと進展がありました。まあ、まさにアメリカでニッチっていう話を今したところなんですけど、アメリカのニッチを追っかけてるですね、ニッチかこれからニッチがメジャーになるのかなというところで今アメリカでいろいろ市場調査されてる、僕もたまにお世話になってるヘッドスパのね、まあセラピストさんというのかアーティストといえばいいのか分からないんですけど、この方がね今ニューヨークいるんですって。僕のインスタからインスタ見て今たった今 DM が来て、で今空き時間あるからちょっとお茶しましょうというふうに話が進展してですね、ですので今から次向かうカフェで、まあ、時間があればねその方もちょっと合流するという形で、いやいやいや、やっぱりコーヒーには人が集うなっていうのを今
改めて感じているところですけども、そんなわけでちょっと予期せぬ展開ですけど、ひょっとしたら次のカフェはですね、私も一人語りじゃなくて知り合いとね、おしゃべりの時間という形になるかもしれません。はい、さて次に私が今向かっているカフェはですね、ビブロテイクっていうのかな、なんか本屋さんの中にあるカフェっていう感じだそうでですね、あ、今ちょうど見えてきましたね、こちらね、看板読めますでしょうか、ちょっと拡大しようか、ビブロテイク、ブックストア、カフェ&ワインバーということで、非常にユニークだなと思ってるんですけれども、やばい、ちょっと早く着きすぎたかも、何時かな、今日はちなみに木曜日10時からか、ちょっと待ちますかと言ってたら、はい、登場偶然って怖いですね。いやー、これはセレンディピティですよ。まさにヘッドスパの、ヘッドスパアーティストって言い方でいいんですか。はい、ヘッドスパアーティストです。山崎達也さん。山崎達也です、よろしくお願いします。いや偶然感が半端ない。偶然って怖いっすね。偶然が怖いっす。 Google マップ壊れてて一瞬、はい、思わずニュージャージーの方に行きそうになりましたよ。危なかった。ちょっとまあお会いできて光栄です。よろしくお願いします。コーヒー飲みましょう。コーヒー行きましょう。ね、ちょっとまだね、はい、開いてない。ここ開いてない。そうなんですよ。だからちょい待ってください。開いた。モーニー、ワオ、ルックスナイス、グモーニー、ハウユー。ちょっと一回まずぐるっと回ってみましょうか。何ですかこのおしゃれさは。ちょっと目移りするわ。やっぱりアートとコーヒーは合うね。This is also book store. Yeah. ああ、本屋さんも兼ねてんだ。なるほど。わわ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 、これは超絵になる。超絵になる。だんだん隕石取られていくパターン。あ、そうですね。早く座りましょう。はい、お願い、山崎さん、じゃあ席お願いします。いやこれはほんとすごいわ。で、本もちゃんといろんな、何、ジャンルに分かれてね、置かれてて、ニューヨークって感じですね。ちょっとぐるっと360度こんな感じでね。じゃあひょんなことで山崎さん、本当一応改めてご紹介させていただくと、はい、ヘッドスパアーティストでいいですか。ヘッドスパアーティストです。山崎達也さんです。どうも、はじめまして、ヘッドスパアーティストの山崎達也です。いや、こんなところでお会いするとは思わなかったっすよ。さっき電話してですからね。さっき DM してあれ、ニューヨークですかっていうところから始まって、今回はあれですか、市場調査ですか。市場調査です。あ、じゃあいろいろ機械とかそういうのもそうです。シャンプー台だったりとか、まあ、日本のメーカーとかもこっちに来ているので、はいはいはい、まあ、その人たちとミーティングして、これからヘッドスパをどういうふうに世界中で広めていくかっていうのの、まあ、ミーティングとか。いや、まさかニューヨークでお会いするとは思わなかったです、うん、いつもね、もうたまにお世話になってます。港区で、いやいやいや毎月必ず、いや来ていただいて。あれですか、やっぱりもう僕も今結構顔面ボロボロなんですけど、分かります？もうね、はい、生き方がひどい。もういつも、ね、はい、インスタグラムとか、ええ、YouTube 見てて、ええ、人間ではないですよね、生き方が。いやえ、でもどうですか、僕の今の表情の動きでもうボロボロだなって分かります？ちゃんと動かないとダメなとこが動いてないんですよ。何のせいですかね。飛行機ですか。やっぱり移動でしょ。ああ、でそれとやっぱり過緊張。過緊張、なるほど。やっぱり疲れ、ストレスってことですか。ストレスと、やっぱりどれだけたくさんいろんな国を毎月世界中回ってても、はい、やっぱり日本が一番言ったら安全じゃないですか。確かに、まあ、もちろん場所によってはですけども、まあ、そうなった時にやっぱり外に出るっていうのは日本以上のリスクっていうのは絶対伴って、もちろんたくさんいろんな人とお会いして、まあ、ポジティブなこともあれば
いろんなことがあるじゃないですか。ってなった時にやっぱり筋肉がやっぱり硬直してしまうんですよ。硬直していいことはないですか？何にもいいことないです。もういかに筋肉はフレッシュにさせるかじゃないですか。あ、僕山崎さんの施術受ける時この辺がパツンパツンだって言いますね。いつも側頭筋とあと後頭部がもうやばいです、はい、やばいですか？一瞬柔らかいんですよ。それは皮膚とか脂肪分の量で柔らかいっていう判断になるんですけど、はい、でもその中側の筋肉は相当やられてますなんかだから僕山崎さんに施術最近受けててもなんかスパ行ってるっていうよりはなんか病院で施術受けてるようなそんな感じなんですけど、なんかね、そう、皆さんヘッドスパっていうイメージってなんかこう美容とかリラックスっていうイメージなんですけど、もちろんそれも大切なんですけど、やっぱりこう、うん、お客様のネガティブになっているポイントをいかにポジティブにしていくかっていうのは、まあ、一種の治療みたいなところはあるんですよ。治療と言えないんですけど、なんか結構ゴリゴリ来る感じですよね。いや、もうゴリゴリやらないと本当いつか倒れますよ本当に。いや本当そうですか、はい、でもじゃあどうなんだろう、やっぱりいわゆる、まあ、僕もいわゆるジェットセッターだと思うんですけど、うん、はい、ジェットセッター系の人はやっぱヘッドスパってやらないといけないと思いますよね。もうできるものなら本当航空会社の本当ラウンジだったりとか、はいはい、もう飛行機の中にヘッドスパ入れたいぐらい必要だと思いますよ。じゃあ普段、まあ、僕だけじゃなくて山崎さんのクライアントでやっぱ移動多い人みんなボロボロですか？ボロボロです。ただボロボロなんだけども、なんだろう、マイナスというよりもともとのポテンシャルがすごい高い人が疲れてちょっと下がる、でそれをまた100倍ぐらいにして返すみたいなイメージ で、また行く、そうそう、行く、またちょっと戻ってくるみたいななんか先祖を与えてるみたいな感じです。だって実際あれですもんね山崎さんのクライアント、ここでは言えないですけども、某有名な方いっぱいいらっしゃいますもんね。多いですね。みんなやっぱり頭からやっぱり体って悪くなってくるんですか？まず疲れを司るのってやっぱり脳じゃないですか、はい、で脳が次それを発信するのって、まあ、もちろん心であったりとか筋肉であったりとか神経であったりとかで、それが、まあ、一番シンプルに、まあ、技術としては難しいんですけども、シンプルにそこを見つけていってそれをうまくポジティブにしていくっていうことができるのがヘッドスパなんです。なのでみんな意外と美容とか興味ない人でもヘッドスパは来る時代になってきてますよね。結構僕、まあ、今年で47なんですけど、まあ、おじさんビジネスマンみんな多少やっぱりこのままじゃやばいと思ってマッサージ受けますとか、まあ、ジム行きますとかいろいろやるじゃないですか。でも頭って意外とおざなりになってるんですよね、はい、でも頭の筋肉ってやっぱり重要ですか？顎から下の筋肉って咀嚼が始まり、はい、ある程度運動機能使ってるじゃないですか、はいはいはい、でもこっから上ってポジティブに使えてないんですよね。ここを意識的にダンベルを、ね、置いてこうやってトレーニングしてるわけでもないし、はいはいはい、ってなったら筋肉がそのまま筋力低下で落ちちゃいますよね。あ、だそれがみんな女性が嫌いな結局リフトダウンになってでさらに硬直してそれがロックされてしまう、まあ、もちろん眼精疲労とか食いしばりとか、なるほど、筋肉固まると血液の流れ悪くなるから血中酸素の流れが悪くなって疲れが取りにくくなったりとか睡眠が浅くなったりとか。聞いてて怖くなってきたんですけど僕大丈夫ですか？ダメです。毎回言いますけど大丈夫なわけがないです本当ですよね。いいわけがないです。ちょっとまた近いうちに。いや近いうちですよ。でも今回ニューヨークいらっしゃるじゃないですか。ニューヨーカーって結構ヘッドスパって流行ってるんですか？夜明け前、夜明け前ヘッドスパブーム、夜明け前。ビジネスマンですか？まあビジネスマンに限らず要するにこうマーケットがで、いよいよ、今までは日系の、いや日本人美容師さんたちがヘッドスパ一生懸命取り組んで、はい、ありがとうございます、セミナーとかそういうのをこう積極的に受けられてたんですけども、いよいよローカルの人たちもヘッドスパっていうものを無視できないようになってきているというか、なんかニューヨーカーっていうと朝早朝5時6時にセントラルパークをこう走ったりというのが、ね、まあ、ホテルのジムでせっせと皆さんやってるイメージあるじゃないですか、はい、ありますね、朝食前、はい、あれだけで不十分だって意識が今始まってるってことですね。やっぱそれでは解決できないことがあるっていうふうに気づいちゃったんだと思うんですよ。
あ、まあ、ある意味日本人って、まあ、アジア人なのか分かんないですけど繊細じゃないですか、すごく。でどちらかというとアメリカの人ってイメージ的に雑把、もちろん細かい人もいますけど、でもいよいよあれみたいな、でそれが結局スマホだったりとか、やっぱスマホ PC だったり、やっぱもちろん移動とか言い訳がないですよね。そうそうまあ僕もすっごい見ますけど、ええ、でもやっぱり見ちゃう、イコール筋肉は緊張するし、目もやっぱりねブルーライトだったりとか。 YouTube 撮ってるのもじゃ良くないですね、この体勢で固定されるわけですよねなんか想像するだけでなんでそんなんするんやろうなって思いながら本当です、見ちゃうんですけどねそれを、はいはい、楽しくて。いやいやいや、じゃあやっぱ今ねパソコンだけじゃなくてもうスマホ全盛時代じゃないですか、はい、ビジネスマンほどやっぱりヘッドスパってやっといた方がいい感じですね。そう、あの女性はもちろんなんですけど男性にとにかくやってもらいたいんですよ、おじさんこそ、うん、あの僕のクライアントの、はい、メンズ男性のお客さんはやっぱり40代から60代までが一番多い、男性は。で女性男性比率で言ったら、関西にもお店があるんですけど芦屋です、ね、芦屋です、芦屋は8割ぐらい女性、はい、で東京は半々ぐらいですね、5対5ぐらいで、男性女性で、そのうちの男性はもうほぼほぼもういわゆるもうビジネスで動き回って。やっぱそうですか、うん、いや本当だって24時間でどっからどこにも移動できちゃいますもんね。はい、でそれでそう、ちょっとこれ偏見かも分かんないですけども、60代以上の方たちってお酒とかそういう遊びでごまかしてきてたんですけど、はい、ストレス発散、ストレス発散。でも実は今60前の方、僕のイメージですよ、60前になってない方たちはやっぱりそこのメンテナンスにフォーカスして、いかに、なるほど、いい生活をしていい老後を迎えるかっていうところに変わっていってるような気がします。で今例えばじゃあスマートフォンとかもそうだし飛行機移動もそうですけど、だいぶ便利になったじゃないですか、はい、コロナも明けて、はい、もう何でも何て言うんだろう、昔とその仕事効率っていうのはもうめっちゃ上がってるわけじゃないですか、はい、でもちゃんとケアしんとケアせんと、はい、やばいと、やばい。だ効率上がってる分、じゃあ例えば実際に対面のミーティングはない分ズームがあったりとか、はいはいはい、いわゆるこうやってることっていうのは実はすごい濃度が濃くなってしまってるというか。じゃあ僕あれですね、ちゃんとヘッドスパやらんとまずいっすね。逆に僕と出会う前どうしてたんかなって思うんですよ。よくそのなんかハイウェイトゥヘルじゃないですけど、はい、なんかもうほんと地獄に向かって突き進んでる、はい、なんとか便、地獄行きみたいな飛行機に乗ってるような感じ。でもねそれはこの前あのうちの会社の元従業員に言われました、はい、よくよく見てるとワークスタイルが20年前とほぼ一緒じゃないか20代から年齢経てんのにやってること20代後半と同じで、え、自分の年齢もうちょっと考えた方がいいですよってあのうちの元従業員から忠告受けたんですけど、うん、だと思いますよ。いや、そう、たとえビジネスクラスファーストクラスに乗ってたとしてもやっぱりあの上空であれだけ G がかかってあの距離寝返りとかもそんな打たないじゃないですか。でお酒飲んでってなったらやっぱりあとはもう何よりも時差じゃないですか。最悪ですね。最悪です。でも超人だと思いますよその普通の人絶対できないですもん。よくその生活でここで止まっていつもなんか生き切ってないっていうか、褒められてるのかバカにされてるのか、まあバカにされてるかいやいや、あのなんか本当にそう思いますね。いやいやいや、でもやっぱり、まあ、今僕も世界一周してるじゃないですか、はい、今もう最終盤ですよ、はい、やっぱ体が自分で分かりますよね、ボロボロになってるの。で寒暖の差すごいじゃないですか。で特に、ね、今日ニューヨークとかすごい寒いですし、であったかいとこにいたりとかでこの寒暖の差でやられますし、寒暖の差って一番筋肉硬くなるじゃないですか、キュッとなって。もうまさに今パッと見僕どこの筋肉悪いですか。いや、いいとこ探す方が難しいと思うんですよ逆に言うと。なるほど。多分本当にほっとくとだんだんとなんか自然と涙がツーッと出てくる
ちょっとじゃああれですね、今度また帰ったら一回ちょっとやりましょう。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ちなみに、あれ山崎さん YouTube やってないですよね。僕 YouTube やってないです。インスタグラム、はい。ヘッドスパーアーティスト。ヘッドスパーアーティスト。山崎達也。はい。で検索すれば。まあ、出てきます。多分動画の概要欄にも置いてると思うんですけど。はい。あと本もね、美容師さん向けに出てますから。はい。じゃあ山崎さんの施術受けなくても本読めばある程度できる、はい、ということですね。ですし、その本を持っていつも行かれてる美容師さんとかマッサージの人にプレゼントしてこれをやってくれって言ったら僕の手じゃなくても受けれるかもわかんないので。なるほど。ちょっとよろしくお願いします。いや、ぜひよろしくお願いします。本当どこで会うかわからんもんですね。本当のね。本当一回東京のカフェでもあれですよね、ばったり会ったことありましたよね。あそこでね。はい。本当の某所で。某でね。はい、あれみたいな。いや、やっぱでもや、まあ。山崎さんもあの自分のヘッドスパちゃんとやっといた方がいいと思います。いや本当ね、もう僕も疲れます。なのでもう世界中に弟子を作ってその人たちにやってもらうのが夢です僕は。じゃあまずその第一歩として今市場調査、市場調査でやってます。じゃあぜひ後でもしご興味あったら、はい、インスタグラムチェックしてみてよろしくお願いします。いやいやいや怖いっすわ、そう言われると。今僕そんな YouTube 撮ってる場合じゃなくなってきたような気がして。今ここでねちょっとやりたいぐらいですよね。ストリートヘッドスパパフォーマンスみたいなね。ニューヨークだったら受け入れられそうですもんね。なんかもうまさかの1ドル投げ銭されそう。まさかのカフェでお説教って。まあでもこれもコミュニケーション、コミュニケーションです。はい、というモミニケーションでね、こんな展開もあるということで僕 のカフェ巡り続きますから、はい、最高です。頑張ってください。ありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。お体には気をつけて。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。ヘッドスパーアーティストの山崎さんはちょっとお忙しいんでもう次へ行ってしまいましたが恐怖心しか覚えない時間でしたけど、そう実際ねだから体も結構やっぱボロボロになるんですよね。なのでまあもしねこれご覧いただいてるビジネスマンの方いらっしゃったら、海外出張だけじゃないですからね、国内でもあのねストレスとかで結構この辺の筋肉とかガッチガチになるんでね、あの皆さんケアしていただけると思います。はい、そんなわけでね、美しいこちらのカフェでございました。行きましょう、続きますよ。まだまだ。ちなみにこの辺は双方っていうのかな、いわゆるもう昔話になりますけど、20年以上前大学生の時ね、生まれて初めてニューヨーク来て、まあ若い頃ですよ、調子に乗ってね夜中この辺歩いてたら、なんかお薬系の売人の方に追っかけ回された記憶がありますけど、今となってはねいい思い出ですね。でその後なんかタクシーみたいなの乗って逃げ回ったら、向こうもなんか若いチンピラっていうかヤンキーみたいなのに追っかけ回されて、マンハッタンでまあカーチェイスってほどもないですけど、かなり怖い記憶、怖い思いをした記憶があったりするエリアですけど、昼間はなんかあれですね、落ち着いた感じでいいですね。マンハッタンも本当場所によって全然今更だから雰囲気が違うんだね。なるほど。さあそんなわけで、まあだいぶねこの時間になってくると、まあお昼前ぐらいですけど、だいぶ暖かくなってきたんでね、こうしてテクテク歩いてても気持ちいいような日になってきました。さて次に私がやってきたのはね、ジャン・ミシェル・バスキアね、あの有名なバスキアがの美術を展示してるだけど、同じその中にカフェもあるのかな。え、これ本当にこれ、やっぱりここでいいのか。ハロー。This is Jean Michel Basquiat. Yeah. やっぱりここで合ってんのかな。No, shit. There's a little layer. おしゃれだね、なんか。そう、なんかここあれなんでしょ、アンディ・ウォーホルの所有だっていうんでしょ。
ちょっとよくわからないんだけど。ちょっと何か飲みますか。ここはカフェラテにします。さすがにそろそろですね、お腹がたっぷんたっぷん言っておりますけど。あれですね、ニューヨークのカフェっていうのはきっと競争激しいんだろうなっていうのは今ちょっと感じます。本当なんて言うんだろう、その何かそのサムシングニューだね、何かがないとやっぱり多分ダメなんでしょ。だからなんかカフェっていうとコミュニケーションの場でね、コーヒーを通じて人と人とがつながってみたいな感じだけど、でもやっぱり面白いなと思うのはコーヒー豆でね、いろんな表現方法があるんだなっていうのをこの街にいると感じますね。本当なるほどな。そう、ここはねちなみにバスキアのミュージアムというよりはライブラリーって感じ、ライブラリーって感じなんで、その空気感を楽しんでねっていうような雰囲気だけど、でもいやいやいや、どうしてどうして、ちゃんとあの真ん中からあの何日光をちゃんと取り込むような感じでね、すごいアーティスティックな感じでできてて素敵だなと思いますね。なんかこれぞ双方って感じの場所ですね。はい、一応せっかくだからちょっとぐるっと回ってみましょうか。もうちょっと細かくね、こういうアートに関しては私の解説はいらないでしょう。でもなんか心がね本当現れる場所ですね。こんな感じで本も積まれてますけど、そしてこっち側もね、こんな感じでございます。こんなバスキアライブラリーでございました。そしてね、小さなカフェがまあ併設されているというような感じですね。さてだいぶ歩いてですね、ここはチェルシー地区って言えばいいのかな、ね、こちらにやってまいりました。そして私がこれ見つけたのはですね、こちらのカフェ、フラワーカフェみたいなんでね、ローズクランス、ちょっと行ってみましょう。うわーすげー、見てリューコスペルマンのピンクッションもあるよ。ほんとお花屋さんがカフェやるとこうなるっていうようなそんな感じだね。でドライフラワーもね、これはたまげた、あ、牡蠣も売ってるのかな。はあ、ちょっと一応どんなお花あるか見てみましょうか。ちゃんとね冷蔵庫の中で管理してて、
アメリカはねやっぱ基本的にコロンビアとかエクアドルとかやっぱ南米から入ってくるお花が多いですかね。うん、素敵。ちょっとここでまた一杯コーヒーいただきますか。ディティールがすごいよね。ほら見えてないところにもバンクシアとか、結構なんかここは僕の印象で言うと生花とドライフラワーのコンビネーションがうまいなという印象がありますね。うん、あ、Thank you。 さあちょっとコーヒー飲みましょうか。やっぱり最後はフラワーカフェですかね。ね、ちなみに各テーブルにもちゃんとこうやってドライフラワーも置いてあってすごいおしゃれ。なるほどね。結構やっぱりマンハッタンはフラワーカフェ多いです。僕もミッドタウンイーストでも何回か行ったことあるカフェあるし、でもこのカフェはなかなかすごい。なるほどね。いや本当そろそろこの辺で僕のカフェ巡り終わりにしようかと思ってるんですけど、今はやっぱりあれですか、ニューヨーク、もちろん普通のスターバックスとかもいっぱいありますよ、普通のカフェもありますけど、こういうちょっとなんて言うんだろう、クリエイティビティって言えばいいのかな、そういうのを求めるカフェっていうのが増えてきてるんですかね。僕が回ったのは本当ほんのわずかですからね、全部じゃないですからね。だからまあ本当そのニューヨークに来てつくづく思うのは、やっぱりコーヒーの楽しみ方のやっぱバラエティの広さですか。うん、そう、そうコーヒーのバラエティの楽しみ方だね。もちろんまずコミュニケーションとしてのカフェがあるんだけど、そのコミュニケーションを加速させてくれるようないろんなツールがあるわけですよ。アートだったり本だったりお花だったりね。日本もそういう時代になりますかね。ニューヨークでこういうのいっぱいあるけど、東京はまだまだやっぱ少ないもんね。なんか東京もそんな時代が来るんじゃないかなと。だからまあ一つ言えるのは、僕ほらウペポっていうブランドでね、いろんな国のコーヒー取り扱ってるわけですよ。ケニアだったり、ちょっとこの動画がアップされてる時どんな状況か分かんないんですけど、ハワイとかコスタリカとかいろんなところで買い付けてるんですけど、やっぱり今ニューヨークのこういうトレンド見てると、コーヒープラス何かっていうのが一つのキーワードかなという感じはしますね。そこになんか皆さんのそのコーヒーを通じたコミュニケーションをより加速するためのヒントがあるようなね、コーヒーをより楽しんでもらえるような、そんなヒントが、そうヒントがあるような気がしますね。だから僕もウペポのブランドでね、もしよかったらインスタグラムとかでチェックしていただけるといろいろリリース情報出してるんですけど、コーヒーとセットでねいろいろお届けするとより皆さんの旅してる感覚、もしくはコーヒーを手に取って楽しんでいただく感覚っていうのがより増すのかなという感じはちょっとしてます。はい。しかも美味しいよ。はい、というわけで素晴らしい時間でございました。やっぱりね、お花はいいですね。僕もまあご存知かと思いますが、世界の花屋っていうねオンラインフラワーショップやってるんで、もしよかったら動画の概要欄からご覧いただければと思いますが、なんか本やアートももちろんいいんですけど、やっぱお花かなというふうにちょっと思ったりしたところですね。はい。さてというわけでね、一回だいぶカフェ回ったんで満足しました。なのでちょっと休憩して、で夜の部という形でマンハッタンの時間参ろうかと思います。まあ、後半戦ということでね、これからマンハッタンで夜の時間を過ごしたいというふうに思います。
いやー久しぶりにですね、あの何もしないでいい時間というのを過ごしまして、そう、あの今回のね僕の世界一周で言えば、ヨーロッパ時間アメリカ時間という形で、まあ、過ごしてるわけなんですけれども、ほとんどですね結局時間に追われて、そのスケジュールに追われて、そのホテルの部屋帰ってくると、あ溜まってたメールやらないとっていうのがずっと続いてたんですけど、久しぶりにその日本時間で皆さんが寝てる時間、あの何もしなくていいっていうですね、あの幸せに包まれたというか、いや本来これぐらいがいいんじゃないかなとね。ストレスっていうお話が今日ありましたけど、いやというわけでね、久しぶりにあのなんか充実したっていうか、いい時間を、いやこのなんだろう、無駄な時間が本当ね幸せだなと思っているところでした。さてそんなわけで言ってたら着いたんですけど、今日はですねホテルの近くにあったこちら行こうと思います。バワリーミートカンパニーというね、ここはね初めてです。はい、おー、こういう感じ。 Hello、 Hi. Good evening, good afternoon。おしゃれ、すごいの来たよ。 Yeah, could you please explain? Yeah. So, yeah. Starting off with a tomahawk ribeye, 40 ounces, 30 day dry age. Nice marbled tomahawk, and you want to chop somebody, you know, you can always do that. Then we have a porterhouse, we have filet mignon strip, 40 ounces, 30 day dry age. Yes, yes. And then Chateaubriand, that's Seneca filet mignon, 20 ounces. Uh-huh.This one over here is our American Wagyu double strip, 28 American ounces. American Wagyu? Yeah, American Wagyu. Oh, okay. So which means is a breed between an Angus cow and a Japanese cow's size, and you're nice marbled as well. Uh-huh. And then this is a special I was talking about. Nice bone-in 16-ounce strip. Okay. 21-day dry age. 21 days? Yes. Okay, that one. Yeah. I will take that. Great. Alrighty. So これ16 ounce, ちょうどいいわ。Thank you.まあ、まだ早い時間だからね、お客さんもいないからちょっと回すとこんな感じの雰囲気ね。はい、ワインはねシラーが合うっていうから、こちらをいただくことにします。 Thank you very much. Which one? It's from Spain? Yes, yes. Spain? あ、じゃない、スペインじゃない、フランスね。Oh, from France? France. Okay, thank you very much. こちらをいただきましょう。じゃあ、Cheers ということで。まあ、ニューヨーク来た時ぐらいね、こういうお店でやっぱ食べたいじゃないですか。で、僕の感覚で言うと、プロではないんで、もう、お肉にしても、お酒にしても、もう担当いただいた方のとの、まあ、なんていうの、あうんの呼吸というか、その方が結果として美味しいもの、美味しい時間、楽しい時間がね過ごせるなっていう感覚はありますね。はい、なんかサービスでオイスタースターターで出していただきました。ありがとうございます。さあというわけで、21日のドライエイジと乾燥熟成肉とね、やっぱニューヨーク来るとなぜか妙にこのクリームスピナッチを食べたくなるね。はい、こちらで先ほどの赤ワインとともにいただきます。うわー、めっちゃうまそう。ほら見てよこれ、もうなんだろう、もう肉が自分からジューシーですって言ってるような感じがする。うわ、ピンク色だよ、ピンク色。わかります？ちょっとボケちゃってるかな。めちゃくちゃうまい。なんかね、やっぱりあのほら最近東京にもね、ニューヨークのステーキハウス結構ありますけど、まあまあ僕はこっち来るからかもしれないですけど、やっぱりニューヨークで食べたいですね。最高っす、最高、もうマジ超うまい。期待を裏切らないね。いやいや本当。もうなんかあの口の中にもう
その噛めば噛むほど肉汁がね広がる感じが本当に素晴らしいです。本当そしてねこのシラーのちょっとちょいスパイシーな感じがね最高です。お、風が強い。大丈夫か。いやー美味しかったですね。久しぶりに本当やっぱ旅っていうのは何気の向くまでにね気の向くままにやっぱ行動してこそ旅だなというのを久しぶりに感じる時間でございます。はい。さあというわけでですね今見ての通り若干ほろ酔いなんですけれどもせっかくのねニューヨークの時間です。最後はねやっぱり今日はジャズで締めようかなというところでこれからちょっと散歩がてらねジャズクラブっていうの行こうかと思います。さあ酔いざましに歩いてまいりました。ちょうど今日はね少しニューヨーク涼しいんで気持ちいいっすね。さあというわけでですね今日の最後ニューヨークでのこの自由時間締めはジャズで行こうかなということで見えてまいりました。聖地ですねビレッジヴァンガード久しぶりに来たなここにはね。今日なんかアーロン・パークスさんっていうジャズピアニストの方で、あ、ジャズピアニストのだったら1回ぐらい今日は聞きたいなと思ったんでねちょっと来てみる次第です。あの演奏中はね撮っちゃいけないんで雰囲気だけね。うわーもうすげー混んでる出遅れた。一応演奏前雰囲気だけねこんな感じでございます。今宵はヘンドリックスのねジントニックいただきます。ちなみにビレッジヴァンガードは基本的にチケットは前売りでネットで買いますと。そうするといわゆる E チケットみたいなのが発行されるんでそれをまあスマホにね写メとかで入れといて見せれば入場できるっていう感じですね。で基本的に食べ物はないのでただ、まあ、ドリンクをねいただくのみというような感じですかね。はい。で大体ショーは1時間ぐらいかな。うん。大体夜8時と10時って2回あって大体1時間ぐらいのショーとそんな感じですね。Thank you so much for being here and thanks again for your cooperation and we'll begin our season.いやー良かったですね。なんかいつも思いますけどニューヨークでなんかこう目をつぶってジャズ聴いてるとねなんだろうなやっぱ異国を旅してるっていう気分にすごい個人的にはなりますね。あとまああくまで僕の個人的な流儀ですけど世界一周の旅で最後がニューヨークじゃないとダメなんですよ。だから最後にニューヨークでこういうジャズピアノを聴いてるとあなんか世界一周頑張って仕事したなっていうなんかそういうなんかご褒美感に浸れるんですよね。最初に聴いちゃうとダメですよ。だから今日はね今回本当ここニューヨークが僕の世界一周の旅の最後なんでねこの何でしょう 2,3 週間の旅を自分自身ねぎらいつつ聞いたというような形でしょうか。はい。さあというわけでね休みの日ってあっという間に終わっちゃいますね本当。というわけでニューヨークでの一日締めたいと思います。はいはい。というわけでアメリカニューヨーク編最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってちょっとでも参考になることありましたらいいねやつですねチャンネル登録をポチッと
押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして旅にご興味のある方へ、私小林邦弘の YouTube メンバーシップのご紹介です。毎週末メンバーの皆さんとライブでワイワイ盛り上がっております。特にね、僕の世界一周の、ノウハウ一挙公開ということで、設計中の旅を含めてね、どんなところがポイントか、この辺もいろいろと皆さんと共有しながらですね、旅作りしております。そしてね、皆さんからいただいている一般的なご質問にもとことんお答えしてまいります。例えばね、まさに今回カフェ巡りましたけど、この場所行くけどね、どっかおすすめありますかみたいなね、そんな情報も皆さんで共有しているというような次第です。小林邦弘チャンネル、こちらのですね、メンバーになるのボタン、こちらをぜひポチッと押していただきまして、ぜひ次回のメンバーライブより皆さんのご参加をお待ちしております。よろしくお願いします。そして私小林邦弘のブランドウペポのご紹介です。世界中の幸せを集めたセレクトショップと称しまして、皆さんが商品を手に取っていただいてハッピーになった時、同じハッピーな気持ちが生産者さんにも届く、そんな商品作りを目指しております。特にね、今回コーヒーというテーマで参りましたが、コーヒー豆もね、世界中僕が旅して見つけてきたもの、いろいろとお届けしております。で、今回ね、特にカフェ巡って、やっぱりコーヒープラスアルファっていう時代が来るんじゃないかなと思いますが、ウペポではね、コーヒー豆もそうですけど、一緒にね、合わせて選んでいただけるような商品もたくさん用意しておりますのでね、ぜひウェブサイトご覧いただけると嬉しいです。この動画の概要欄にウェブサイトのリンクついております。そして商品手に取っていただけると嬉しいです。またウペポはインスタグラム、そしてツイッターもやっております。特にインスタグラムでね、コーヒーも含めて、商品の最新情報をリリースしておりますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。そして最後に、海外で英語を使って、国内もだね、英語を使ってビジネスをしたい方へ、私小林邦弘のイングリッシュプログラム KBE 小林ビジネスイングリッシュのご紹介です。僕自身がね、もともと英語ペラペラだったわけではないので、どうすればやっぱ最短距離で国内外でお仕事で英語で使えるようになるのか、これをいろいろと考えております。で、その結論は何かといえば、やっぱり今この現在あり得るシチュエーションでどれだけ練習できたか、これがね、上達の最短距離ではないかなと思う次第です。で、そんな時この KBE 小林ビジネスイングリッシュでは、私自身がね、世界中回っていろんな経験をしているわけですけれども、私自身が全てシナリオを監修しております。ですので、この私が監修したシナリオに沿って練習していただくことで、必ずしは皆さんの英語力、ビジネス英語力、飛躍的にアップいただけるというふうに思う次第です。海外だけじゃないですよ、今やっぱ国内でもね、英語を使う時代になってまいりましたので、ぜひ皆さん KBE 小林ビジネスイングリッシュご活用いただけると嬉しいです。この動画の概要欄に、KBE のリンクついております。ご登録の上、ぜひ、体験会の方にね、進んでいただけると嬉しいです。体験会ご参加いただいた方には、もれなく私自身が監修した特典も用意しておりますので、こちらを使えばね、ビジネス英語力ガンガンアップするというふうに思う次第です。今回は以上です。最後までありがとうございました。